トールの質問に答えるアルビース。コエッタの漢本の一つの差し絵より、アルビースが日差しによって石へと変じる。アルビースの言葉とは、コノルド越しである。一般に、コエッタの一辺に数えられ、北欧神話の原点資料の一つとなっている。アルビースの歌とも、アース神のトールとドベルグのアルビースとの間の知恵比べが歌われている。その中で、言葉の言い換えが、 各部族での呼ばれ方として列挙される。死刑は火曜律、歌謡率11世紀の成立と考えられている。第20スタンザが、守護法第74段落に、第30スタンザが第78段落に、それぞれ引用されている。トールのもとを、アルビースと名乗るドベルグが訪れる。トールの娘を花嫁にもらう約束があり、それを果たしに来たのだと。トールは、反対する。 そして、知恵比べを持ちかけ、自身の質問にすべて答えられたら、娘を渡すと告げる。トールの出題とアルビースの回答という形で、知や、天といった言葉の言い換えが列挙される。言葉の表参照。トールは、アルビースの知識を褒めたたえるものの、同時に、世が明けたことを告げる。アルビースのようなドベルグは、日光を浴びると意になるとされており、トールはそれを利用して、 アルビースを罠にかけていたのだった。ありがとうございます。